こんばんは、ノムリンです。今日は番外編としてうちのペットをご紹介させていただきたいと思います。それでは参りましょう。 Here we go。 まずは一つ目の水槽、こちら150センチ水槽になりますね。アジアアロワナと黄金バラマンディ、アルビノですね、バラマンディとフロントーサ、それとあれがタイから持ってきたロングフィンのコイですね。ロングフィンコイで、これ非常に珍しいんですけども、クリスタルアイのアルビノの、プラチナスノーっていう種類の絵です。それと向こうの奥にいるのがプラチナのエンドリケリーですね。ポリプテレスエンドリケリーになりますね。まあ、みんな仲良くこうやって共存してます。そしてこの黄金バラマンディ、アルビノバラマンディですが、2種類色違いますね。上がどちらかといえばオレンジ色、下がちょっとプラチナ色のアルビノ。同じアルビノ種でもこういう風に色が結構違います。そしてこちらのアルビノバラマンディはもうまさに黄金です。金色、とっても金色ですよね。このバラマンディ、実はアルビノバラマンディとして日本に最初に輸入しましたのが私です。アクアライフ、2016年ぐらいのアクアライフに日本初上陸として、私とこの私が名付けた黄金バラマンディという名前で輸入、初めて日本に上陸しました。続いての水槽がこちら、180センチ水槽です。こちらはですね、この粒子スティックのスッポモドキ、粒子の割に結構でかいですね。なかなか粒子スティックのスッポモドキって突然変異なんで大きくならないんですが、うちのは甲羅が42センチ、体長約60センチ強あります。かなり大きい粒子スティック、白辺のスッポモドキに、後で歯磨きをいたします。そしてこの下にいるのがやはりクリスタルアイのアルビノのクロコダイルスティングレイ、まあ、通称プラチナスノーと言われているクロコダイルですね。目が白、まあ、透明というような感じの目ですけれども、これ2匹ペアでとっても仲良くいつもつるんで泳いでます。これはまあ典型的な、まさに、ポルカドットスティングレイですね。通称ダイヤモンドポルカと言われてます。そしてその奥、こちらはね、非常に珍しいお魚さんです。これ何だと思いますか？白いウナギです。神の使い、なかなかいないんですよ、この真っ白いウナギっていうのはね。牛みたいなパンダウナギっていうウナギが多いんですけど、この真っ白なウナギっていうのは本当に珍しいんです。これ鹿児島から届いたウナギです。向こうではまあ養殖されてるウナギの中、何年かに1匹出てくるんですけども、神様の使いと言われております。はい、最後2メートル水槽ですね。奥行きが150センチの、幅が2メートルになります。この子たちはもう僕が大好きな、まあ、イルカくん、まあ、通称イルカと呼んでるんですけども、これプラチナのアリゲーターガーですね。つがいになります。こっちのちょっと細めの方がオスで、下にいる太めのがメスですね。とっても綺麗な真っ白な、シミ一つない真っ白なアリゲーターガーです。はい、そして奥ですね。これはモトロという呼ばれる種類のエイです。一番奥のモトロは体長を尻尾まで入れると1メートル超えます。多分日本で一番大きい淡水エイかもしれません。とっても大きなコロンビアモトロですね。しかもこれヘテロというタイプで、アルビノの因子が入っている種類です。なのでこの子が子供を
産むとですね、アルビノ因子が入っているので、先ほど見たようなアルビノの個体、白い個体ですね、が生まれる可能性もあります。今ここにいるのがモトロのヘテロタイプ、さっき言ったアルビノの因子の入っているのが2匹ここにいますね。でこっちが普通の、まあちょっと色の薄い個体なんですけども、クロコダイル、スティングレイという種類になりますね。今日のトリビアは熱帯魚の王様と言われるディスカスについてです。ディスカスのゆえんは丸いディスクのような形からディスカスと言われています。うちにいるこのディスカスは青色系で揃えていますけれども、青色系の種類の中にもコバルト、モルフォ、ターコイズ、そしてよくペットショップで売られているブルーダイヤというものがおります。うちにいるこのまず真ん中にいるこれですね、この子は、モルフォといって限りなく深い青色系、まあ、ロイヤルモルフォですねっていう、種類ですね。今この一番大きいこれとこちらにいるのはそうですね。そして、その次にコバルト、コバルトにはセルーリア、AJ コバルト、アーズリー、セイシェル、これ緑色が少し混じって、そこまで濃い青ではなくちょっと緑っぽい、薄いこう綺麗な光沢があるようなブルーが、これがコバルトになります。そして、最後にターコイズ、これターコイズというのは赤色が混じってるディスカス、これがそうですね、赤のこのライン、向こうの奥にいるのもそうですね、あれがターコイズになります。ここら辺のちっちゃな子供たち、これはコバルトの子供たちですね。だから、ちょっと緑がかったブルーが、まあ、とても綺麗ですね。このフォルムもいいですしね。以上、ディスカスの豆知識でした。